まだ起きてんのお前。まあお正月は特別なんだからな。はあ、別に用もなく電話をかけただけ。なんだ怒ってる。ふう、じゃあお前の声を聞きたかったから。明日仕事ある？俺は学校ないけど。まあサボるつもりだからな。大丈夫だって、テストもねえし心配すんな。あ、眠い。じゃあ寝かせてやるよ。明日早起きでしょ。ちゃんと眠って明日仕事を頑張ってね。俺も頑張ってサボるから。とにかくお休み。あ、それと好きだ。切るぞ。